はい、そうですね、このレースもスタート合戦でしたね。はい、まず1番の佐藤慎太郎選手が取りきましたね。グランプリチャンピオンですね。はい、佐藤慎太郎選手が取って、これから山崎選手がね、後ろから迎え入れると思います。まず山崎選手、佐藤慎太郎選手ですね。8番1番ですね、東北勢が前となりましたね。そして2番の浅井選手がいますので、柴崎選手がこれから上がってきて5番2番という並びになります。その後ろなんですけども、清水博人がいますのでね、ここは9番の渡辺哲夫、井上雅樹という3者、一番長いラインですね、396というラインが形成されてますね。最後方には4番の渡辺裕太、増谷ですね、南関東のライン4番7番というラインが最後方にいますね。はい、このレースなんですけども、やはり渡辺裕太の場合は増谷についてますからね、やはり先行を考えてのレースとなりますよね。まあ、後ろから1回前に出て、そこに清水博人がどうに対応するかというところなんですけども、やっぱりここ後ろから抑えてくると清水博人がついていって、清水博人がに展開が向くのかなというところですよね。山崎は前に取って引いてまくり、そうなってくると5番の柴崎がどこの位置を立ち回るかというのが非常に、ポイントになってくるところだと思いますよね。まあ、グランプリチャンピオンの、ね、佐藤慎太郎を連れてのことですからね、まあ、福島勢も盛り上がってきてますからね、やっぱりここ平記念も優勝となれば、山崎も調子よくね、この全日本選抜まで臨んできたと思うので、まあ、東北勢、これは楽しみですよね。後ろからね、一回崩しに来ましたね。渡辺裕太が崩してきたところを清水博人が先に切り行ったんですよね。これがまたうまいところですよね。これでも結構誘導上がってますよね。上がってると思います。これはね、かなりペースが上がってると思うんですよ。で、1回切ってしまえばもう渡辺裕太が行けば3番手取れますから、まあ、ここで3番手だなと思いきや、こう柴崎が思い切って打掌からね、先行体制に入るんですよね。そして渡辺裕太もね、3番手落ち着くのかなと思ったら内側もね行って1回先行体制先行で取り返そうとするんですけど、まあ、3番手に戻ってきました。ここね、柴崎がね意表をついて先行策ですよね。番手には浅井コーダーです。これはまくってきたら浅井ならば止めてしまうのかなと思ったんですけども、2コーナーからこの加速ですよね。3番の清水博人の加速にね、もう浅井コーダーも手が出ない状態ですよね。そして渡辺哲夫がしっかりとついて、6番の井上雅樹までしっかりつきました。もうラインでここはもう上位独占ですね。もう清水博人の強さが光ったレースとなりました。はい、はい、このような特選レースでしたね。はい、はい、これはどうですか、結果の方は。一応当たりました。はい、はい、一応当たりましたね。一応、はい、はい、おめでとうございます。